现在呢，我跟文丹来到浅草车站，我们两个要去吃浅草的寿喜烧名店金饭。一马汉，文丹最喜欢吃寿喜烧，所以他很期待。听说这家是很多台湾人都说来日本必吃的，走吧，走吧。跟大家讲个噩耗，就是我们刚才去金饭的时候发现中午的时间已经关门了，所以我们两个想说临时来吃别的，然后我们就发现这附近还有一家炸牛排。牛排，文章最近学的牛排就是很有名的摩托姆拉，但是他在浅草的店蛮特别，就他店名没有写摩托姆拉，但其实他就是摩托姆拉。现在在台湾好像也有分店。在外面看板虽然没有写摩托姆拉，可他们其实就是摩托姆拉。我点的是130G 的，是一份。文当点了260G， 两大块。两百。今天呢，我跟文当要来我们两个家里的一些日常用品，想要买窗帘跟马克杯一些东西。今天揃ってないんですよ。そう、いろいろなくてまだルームツアー取れないんです。取りたいんだけど取れないみたいな。对，那我们两个想说要买一点装饰的东西。刚才看到那边有誓言会，我们想说来画一下誓言会好了。楽しみだね。そういえば一回も書いたことなかったね。二人一緒には書いてなかったね。期待。就是这一家爆笑誓言会总本店，外面还有渡边直美。还有 Hikakin， 很厉害耶，就是一看就知道是谁。还有最近很有名的搞笑艺人，还有 Dekawasa， 不讲的 Dicing 啊 ，Dekawasa。嗯，じゃあ行きましょう。这个可以变成一个很好的纪念，可以装饰在我们家里面。いいですね。然后这里还可以调整，就是可以夸张到什么程度。面白めでいきたいね。だって今書き方が2つあって、色鉛筆の風合いで書くのと iPad を使って書くのと2種類の書き方があります。どうしようかな、どうしようかな、書いてもらう。私は鉛筆の方が好き。じゃあ色鉛筆タッチでこちらで、はい、はい、背景付き顔の方がどう思う。背景付きの方がいい。まあそうだ、400円1人400円ぐらいしか変わらないので、じゃあ背景付きにしようかな。そうだね、はい、背景付きで了解です。3つから選べます。全部浅草です、はい、定番のやつとちょっと夕暮れっぽいの、あ、ごめんなさい、夕暮れっぽいのとちょっと可愛い感じの。めちゃん的には真ん中が良くない。じゃあ真ん中で、真ん中で OK です。あとは面白さを選ぶことができます、はい、面白めで初めてだね。ね、初めて。すごい見られてどう思いますか？緊張します。家で飾りたい。ねえ、飾るために色鉛筆で描いてもらってる。似顔絵のイメージってアルバイトとか趣味でやってるイメージがあるんだけど、はい、私はちゃんと試験を受けて合格しないとお店に立てない。その代わり社員雇用ちゃんとやって、はい、家だけで食べていける社会を作ろうと思ってできた会社です。すごい。すごい。情熱が違うよね。感動した。ね、感動した。やっぱり絵が好きでもお仕事ってないんですよね。そうですよね。やっぱりね。でも好きな人っていっぱいいるじゃないですかね。はいはいはい、いつか台湾にお店が出したいですね。整間店的环境差不多长这样，然后在画的时候呢，我们这样子坐在这里，差不多坐个10分钟让他们画。然后他们在画的时候呢，会很认真观察脸部表情啊，还有特征。どんな感じで描かれるんや。どこで飾りたいですか？玄関です。ここでフレームも買いますか？はい、フレームもご用意しております。玄関で飾りましょう。ね、もう家来たらすぐわかるよ。好像已经画完了。行きましたので、お見せいたします。お願いします。いくよ。はい。せーの。おお。はい。こんな感じです。似てる。私カメラ持ってる。本当だ。俺首長い。ね、本当に。这边还有写天天开心。毎日ハッピー。然后我们两个还另外加购了这个相框，把它放在我们的玄关。ありがとうございます。可以呢。你对的。拿到了。
家の玄関に飾りましょう。我们两个现在来到 Nitori 买我们的日常用品。こういうタンブラーが欲しくてさ、これって冷たいもの入れたら結構長持ちするの、冷たいのが。なるほど。あと結露しにくかった。こっちなんかキャンプの時コーヒー飲みそうじゃん。ね。おしゃれじゃない？いやあなたとの俺おしゃれが合わない。然后因为现在天气越来越热的关系，所以我跟文达想说，我们要买一下 Nitori 可以让睡觉的时候身体凉感比较舒服的寝具，有分成铺在床垫上盖着的棉被。那现在呢，因为我们两个家里有小窗户，所以我们要来买小窗户用的窗帘。シンプルのが好きなんだよね。使います。然后我们买好窗帘，现在要再去买其他需要的东西。我们刚才结账完买一些东西，但是因为东西太多，我们两个就用送的，就是郵送使ったね。嗯。ちょっとね、倒れです。まあでも今郵送システムあるのいいね。まあ実際1100円かかっちゃったんですけど。Hello， 大家，那我们两个现在已经回家了。回家啦！回家啦！那因为呢，我们在 Nitori 买的东西呢是用邮送的，所以没有办法拍给大家看。但是我们两个可以给大家看我们其他买的东西。首先是，噔噔，噔噔，这个是我买的茶具组，因为最近呢就是非常的喜欢喝茶。我之前去我朋友家，发现我朋友真的是会一直泡茶，我觉得这个习惯很好，所以我就特别买了这个，就是喝茶的杯子。还有茶壶，プラスチックじゃなくて本当のガラスです。那还另外买一个茶壶，可以这样子泡茶。これおしゃれよね。これ使うのすごい楽しみしてます。ね。ふーちゃんもしてる友達だと思う。ヨビちゃん。してる。前ヨビちゃんの家に行ってめちゃくちゃお茶出してくれるんですよ。もうずっと飲んでて、なんか終わったらまたお湯入れて、また新しいお茶にして。いいね、おしゃれ。体にも優しいなと思って。ここに茶葉かなんか入れて、こうお湯足していく。そう、またティーパックとか入れて。ああ。なんかゆず茶とか。生姜とかもいろいろ飲めるので、これから文旦と一緒に飲みたいと思います。続きまして、文旦が買ったものです。ジュドゥン。ジュドゥン。这个呢是文旦超级想要的。マグカップです。タンブラー式なんですけど、冷めたりぬるくなったりしないんですよ。文旦結構冷たい飲み物が好きで、そう。これはずっと欲しがってた。冷たい水とかよく入れるんで、これとかだと本当ね冷たいまま飲めるんでいいなと思ってます。そう。なんかいろんな色があるんですけど、文旦と私はこっちが一番可愛いかなと思ってグレーにしました。うん。これね、こうやったら。飲めて、こうやったら飲めなくなるんで、もう飲まないときは飲まないモードにしてこうやっとけば、不意にねこうあってルーちゃんが倒しちゃったりしたときも大丈夫。ドジなルーちゃんでも安心して使えます。でも私こっちだから結局こぼすね。で次は今回の一番のポイントです。メインイベントです。私たちの似顔絵、こんな箱に入れてくれました。うん。これは玄関飾りたいですね。うん、私たちねちょっと面白めでお願いしたのでちょっとオーバーかもしれないです。そうオーバーに書いていただきました。うーん、どう似てる。みんなもう動画最初見たと思うんですけど似てますかね。でもすごい強調されましたね。あの私の垂れ目とか文旦の細長の首とか首、ね、もう全部強調されました。あとは很多框是可以自己选的。那我跟文旦选是这个透明的框。我其实本来是想要用咖啡色的相框，但是文旦说他比较喜欢这个透明的，所以我们最后就买了这个。毎日ハッピー，天天开心，飾りましょう。ね、飾りたい。好，那我们把它放在玄关。実際に置いていきます。おお。わあ。めっちゃ良くない？ね、やっぱりこれがいいね。ね、ほら、これちょっと。高かったんですけど、よかったね、これにして。そう、これ一番高かった。そう。4000円だよね。そう、これ全部で約1万円なの、一番。あ、でも、置いてみると、やっぱり縁起がいいね。いや、そうだよ、やっぱ。玄関に合うね、これね。こんなに大きいとすごい存在感があってさ、誰か呼んだ時にさ、あ、これ前動画で見ました、みたいな言ってくれると。そう、超嬉しい、ね、縁起てるね、とか言われるのが楽しみしてる。ねこれめちゃめちゃいい買い物した。いいと思う。安くはないけど、でもすごくいい買い物、本当に。といとい。天天開心。天天開心。うーん、よくないよ。それでは、See you next time。バイバイ。バイバイ。下次影片再见、大家再见。バイバイ。晚安。君と終わら